小倉金属株式会社と申します。鉄、ステンレス、アルミニウムのプレス加工から板金加工、溶接、そして表面処理を行い、最終的にご要望があれば組み立てまで行うと、そういった仕事をしております。プレスっていうと、もう自動車 100% とか弱電の品物 100% とかっていう会社が多いんですけども、自動車関係、アミューズメント関係、鉄道車両関係、それと環境部品関係、4業種5業種のお客様約50社ぐらいが今お客様としてお取引させてもらってます。最近ですと設計からですね、やってほしいという要望がありまして、まあ、お客様の構想とかそれを具現化していく、でもちろん設計して、試作をして、で、耐久テスト試験場とかに持ってって行いまして、それでお客様に、データをお渡しして、で量産に入ってから、最終的な納品まで全部一貫生産で行える。板金加工、要は金属加工でできないものはないというコンセプト、合言葉のもとに、金属加工のショッピングモールを目指す会社でございます。足利流ゴエスっていうのは、どこの企業もこれ製造業をやってたと思うんですけども、今日はゴエスのチェックの日だよっていうと、そのチェックっていうのが最低方式だったんですね。いわゆる限定法ですよね。それはやはり世の中には受け入れられなかったんで、どの会社も辞めてしまいました。この足利流ゴエスっていうのは、最終的にゴエスの S の一つの社員のしつけに行くんだよっていうので、しかも自由にやらせるっていうのがこの基本になったんですね。うちの場合は各セクションがですね、自分の思った通りに不必要なものは直して、で清潔に、常に清掃をしながら自分のその身の回りラインをきれいにしていくというのをやっております。ものすごく面白い改善がこう各所にあるんですよね。実際の会社もそうですし、社員の表情もそうですし、明るく元気になりましたよね。これは間違いなく言えます。足利流ゴエスを見たいというお客様だけで、まあ、年間本当に1000人近く、日本だけじゃなくて14カ国から見えております。自社商品としてはですね、15個ぐらい持ってるんですね。その中の最新でロボットと、農海大という国立の大学が、大山にありまして、転勤されてきた、まあ、教授がですね、東日本大震災、崩壊した家屋に消防のレスキュー隊がいるんですね。でその活動を目の当たりにして、崩壊した家屋の中に潜っていく、そういったものに使えるロボット、レスキュー人の人命もそうですし、実際に被災した人の人命もそうですし、そういうのを助けるロボットができないかということで、その農海大の教授が学生と一緒に研究し始めたんです。この研究をですね、引き継いでくれる中小企業を探してたんですね。で、当時我々の会社と農海大さん、こうつながりもありましてですね、そこでまず最初にうちが手を挙げてました。でその後4人を全く仕事を空けてですね、その開発せよと、研究室も社内に作ってですね、でそこをベースに、このロボットの研究だけをやらせました。で現在どうにか量産に結びつけるような状況までなりました。台湾重工業、一昨年のですね10月の12日に上陸して、まあ、13日の朝、正直言ってテレビのニュースで知りました。でそれでもう急いで会社に向かったんですけども、ゴムボートで、工場の近くまで入っていって、ただ幸いなことにうちはグラウンドの高さ GL よりも FL をですね70センチほど上げて作った工場なんですね。足利流ゴエスでフロアにベタ置きの商品っていうのはなかったんですね。パレットの上で品物を置くという管理方法をしてたもんですから、工場内の中の
製品は無事でした。ただ地下ピットの方は本当背丈ぐらいのまで水が溜まっていました。まあ、ほぼ400人以上の会社の社員がですね、全員で水かき作業でした。ちょっとずつちょっとずつその機械を稼働してお客様の納品に迷惑をかけることなく復興しました。それと同時に県や国のですねグループの補助金、たまたまうちが保険に入ってたものですから、その保険金でですね新しい設備に入れダメになっちゃった設備を入れ替えた。再来年創業100周年を迎えるんですが、やっぱり150年200年と未来永劫続くような会社にしたいんで、その基礎作りとして、目先のことだけじゃなくて、現在の基盤をもうしっかりと作り上げたい、そういう思いで、ちょっと背伸びはしましたけど設備の入れ替えはしました。社員とともにですね、その環境の変化、時代の変化に合った木の年輪じゃないですけども、決して細くならない、枯れない、身の丈に合った成長をしていける会社になってほしいと。で、そのなる一つの私の社長の間に、その基礎の一部でも、まあ、築き上げられればいいかなと思っております。それが一番、重要な企業を経営する上で重要なことなんじゃないかなと思います。